モンゴメリーカウンティは、アメリカ海軍向けに建造された、LST-542 級戦車用陸艦の一隻。艦名は、アメリカ各地に見られる地名モンゴメリー軍に由来し、現在までにこの名を与えられた、唯一の米軍艦である。1944年11月12日、ペンシルバニア州、ネビルアイランドのドラボコーポレーションにて、 LST-1041 として寄港された。1945年1月20日、NL ギブソン夫人をスポンサーに迎えて、浸水式を行い、オハイオ川とミシシッピ川を抜けて、ニューオーリンズへと向かった。1945年2月19日に、米軍艦として収益した。湾岸諸州周,周辺での完熟航海を終えた4月、初旬頃、 LST-1041 は積み荷を積載して太平洋方面へと出撃した。パナマ運河を抜けてシアトルに向かい陸軍のトラックを積載して真珠湾へと向かった。6月12日、マーシャル諸島のエニウェト区間省に出発し、真珠湾と中央、西太平洋の米軍基地を結ぶ往復物資輸送作戦を開始する。この作戦は 第97輸送船団が担当していた。LST-1041 は6月中にグアム及びサイパンから沖縄に向けた輸送を開始し、7月中頃に沖縄での荷下ろしを完了した。7月末にはマーシャル諸島方面に戻り、日本が降伏するまでエニウェト国にて停泊していた。終戦後は西太平洋に戻り、9月2日から24日まで日本における 占領任務の支援にあたる。支援任務を終えると、アメリカ本土へ向かい、12月6日に、バージニア州ノーフォークに到着した。以後の10年間は、各種輸送及び活動支援、水陸両用船訓練などに用いられた。大西洋艦隊の下でも様々な訓練、演習に参加し、カリブ海やメキシコ湾などに派遣された。また、グリーンランド方面及び、 バフィン1方面で展開された作戦においても、重要な支援任務に従事した。これらの方面では3度の物資輸送を遂行したほか、1953年9月から11月にかけて実施された3度目の輸送作戦では、グース米にて座礁した商船アトランティックウォータースの救援にも参加している。1955年9月、第6艦隊とともに地中海へと派遣され、 以後数ヶ月間は、ギリシャ沿岸から南フランス沿岸まで地中海各地を航行した。1956年2月からノーフォークでの訓練任務に従事。また、1955年7月1日から、官名はモンゴメリーカウンティに改められている。その後、大西洋艦隊水陸両用船部隊の下で任務にあたり、1956年1月31日に、 フロリダ州、クリーンコーブスプリングスにて、退役が宣言された。退役後は、大西洋予備艦隊に割り当てられ、1960年代半ばまで、フロリダにて係留されていた。1960年6月1日、米海軍艦赤母から名前が削除された。1961年8月、西ドイツに対する軍事援助計画の下で売却が決定する。 工作艦への改修が予定されていたが、結局これは実施されず、最終的には、ドイツ海軍にて正式に収益することもないまま1968年に解体された。ありがとうございます。